本当機械を使うのが初めてなので、初めて見る番組です。よろしくお願いします。カメラマンの方を申します。今日は皆さんに、僕の写真家としての活動をご紹介したいと思います。今回の新書バトフォーラムのテーマであった未来を考えるというテーマであったんですが、これもすごくわからなくて悩みました。未来って何なんだろう。はっきり分かったのは、未来を分からない、未来が分からないってことは僕よく分かってたんですけど、それと 0.001 秒、ずっと細かい 0.001 秒の先も僕たちは未来、これも気づいてしまいました。つまり連続的に 0.001 秒の壁がパーッと僕たちにぶつかってきてる。つまり未来を定義するとすると、未来とはもう限りなく今です。限りなく今なのではないかというふうに僕は気づきました。そこで今僕が限りなく今にいるのですが、その写真を見ていただきます。今撮ってるこの写真が未来につながっているんじゃないかというふうに思っています。現在僕は奈良に住んでいます。これは奈良で撮った写真です。奈良を映さずに奈良を撮るというのが僕の一つのこだわりです。パッと見てよく分かんないと思います。パッと見て分からない、つまり奈良を撮ってはいますが、奈良を映さずに奈良を、どこかに奈良の雰囲気を少しでも感じていただければ、少しでも感じていただける、そういうことが僕の一つのこだわりです。そして今並行して撮り続けているこの鹿の写真があります。奈良の鹿の可愛いとこだけをこだわって撮っています。鹿が映る必要はあまりないんです。で、鹿の可愛いとこにとことんこだわり続けていくと、奈良では撮っているんですが、あまり奈良で撮っている奈良の写真家というのがあんまり入ってこないのかなと振りながら思いました。つまり奈良を映さないってことが宝くも成功しているのかな。これなんか合成じゃないかとよく言われました。合成じゃないです、映さずに。笑顔写真という企画を立ち上げて、あなたの笑顔を撮らせてください。
ください呼びかけて人の笑顔を撮らせてもらってます。素晴らしい。なんか、あれやな、東郷さんの
言のちょっと緊張感のある僕は楽しめたんですけども、皆さんは若干戸惑われたんじゃないかなと思います。でもいいプレゼンテーションだったと思います。あのね、まず最初の話で、はい、奈良を移したとき、奈良を移したときに、あれ、これちょっと詳しく話を聞きたいんですけど、ざっくり言うと、ざっくり言うと、写真っていうのは、今シャッターを押しちゃうと、もう全部写っちゃうんですよ。全部写るってことは、もうそこで目的達成なんですよ、僕たち、見ちゃったら。見ちゃ時点でもう満足しちゃうんですよ。でも僕はやっぱ写真家ですから、写真を長く見てほしい、どうにかやって意識を引きたいとなると、説明しないことなんですよ、何か分からない。まさっきのあの問題だったら、そこに映っちゃうんですよ、性格いいから。綺麗に映っちゃうので、それだともう僕である必要は特にないんで。出てくるのかなっていうのが一つの思いと、皆さんが作品に少しでもちょっと長く集中してもらえる要素になるかなっていう。ありがとうございます。プレゼンテーションじゃないけど、写真にバーバーに見てる人も、販売してるんですが、せっかく大阪に来たので、ちょっと置いてみようと思って、置いて帰ってくださいって言ったら、あ、ちょっとあります。まあ、よかった。で、一つ目、あなたの笑顔写真、撮り始められた状況が、震災が、で震災があって、悲しめるだろうかみたいな。
感が欲しいのかもしれないですで、さらにそれをでやっぱり最後のなんかチャリティーというか、まあ、その震災で、ね、被災されたサブスクの地方になりました。やっぱりそれはお金じゃなくて、その笑顔の写真をまだどうもさんが増えてないんですよね。そうなんです、ね、ってないんですけど、やるかわからない、なんとかお金になるんですね。方法があったらっていう、まずは笑顔の写真を撮らせてほしい。まずこう自分で気づいているためにもちろんそうですし、一つの写真作品として一枚で強い写真ではないんですけど、数をたくさん集めて初めて力が出る作品だと思う。そういう意味でも数が必要です。みんなに笑顔をされる顔なんで、あ、よくいろんな宗教の神様に間違われるので、やっぱりちょっと近寄りがたい雰囲気を持たれちゃったら笑われないだろう。はい、結構アホなので、まあ、よかったら笑顔をご覧してあげてください。興味がある方であれば、はい、では、はい、でこの映像写真をこうしたらこんな風にしたらどうやるって提案がある人がいたら、もしあればぜひ言っていただければ一緒になりたいと思います。ありがとうございます。